いつもありがとうございます。ナナシです。で、今回なんですけどもね、コライド未来論の気になる考察紹介ということで、他の方がされてたね、考察をね、紹介しながら、それにね、追加する形で考察していくっていう風なね、動画になります。というわけで、レジェンドルート解放で、攻略で、コライド未来論の力が解放される、面白いね、考察だったので触れていきたいと思います。で、今後もね、ポケモン動画、どんどんね、いろんな動画上げていきたいと思います。ぜひね、チャンネル登録、高評価で応援よろしくお願いいたします。というわけでね、レジェンドルートで力を取り戻すということで、コライドン、ミライドンはね、レジェンドルートのボス、主ポケモンを倒すごとに各形態を解放できるという考察をしている人がおりました。で、今回はね、この考察について、今までの情報ももとに、いろいろね、考察していこうと思います。というわけで、ゲームを進めることでさらに移動できるということで、コライドン、ミライドンの移動形態はゲームを進めることで解放できると噂されております。で、主ポケモンについて、こちらね、主ポケモンには異名がある、それぞれね、岩壁、閃光、対空、義龍、土龍の5匹がいると言われております。で、ボスを倒すことで各形態が解放。これなんですけどね、岩壁の主を倒すことで、ジャンプ力強化。で、閃光で崖登り。で、大空で飛行、空を飛べるように。で、義龍で水上移動。で、土龍でね、戦闘能力強化みたいな形でボスを倒すごとに各形態が解放されると考察しておりました。で、これ結構ね、面白いです。で、なぜ面白いのか、これなんですけどね、レジェンドルートの重要アイテム、秘伝スパイスの秘伝はね、加工作にあった秘伝技を連想させる、秘伝っていう技がね、名前がついてるので、ここをね、連想させるものとなっております。で、秘伝スパイスはね、ポケモンを元気にする珍しい食材となっております。で、秘伝技を使うにはね、ストーリー攻略が必要ということで、秘伝技があった作品ではね、波乗りや空を飛ぶ、などは、これ知らない人いるのかな今の時代。ね、こちらね、ストーリーを進めて、ジムバッジを入手しないとね、移動手段としてね、使えなかったです。で、秘伝技廃止後も制限がありました。サンムーンで秘伝技はね、廃止されたが、その後の作品でもね、物語を進めないと移動できる範囲に制限があったりしますので、まあ、実質、まあ、ストーリー進めないと無理だよ。で、その中で、昔は秘伝技が、まあ、ルートをね、解放する要素だったんですけど、結局それが廃止されても、まあ、強制的に通れなくして移動できないよ、みたいな形で、移動制限が、ね、ありました。で、なぜ土神の主で戦闘能力が解放されるか。これなんですけどね、土神の主のタイプはバージョンごとにね、違うと噂されており、スカーレットでは地面格闘、バイオレットでは地面電気となっております。で、コライド、ミライドはそれぞれね、ドラゴン格闘、ドラゴン電気だと言われております。なんで、それぞれ格闘電気と共通のね、タイプを持っているので、土竜の主がね。なんで、土神ね、土神の主が持っているので、土神の主を倒すことで、その力を得ることができる。みたいな形で考えられております。で、これなんですけどね、ちょっと前の考察なので、考察された後にね、出てきた新情報といたしまして、先行プレイの映像やね、海外版 CM が公開されております。で、最初から全ての移動が可能ということで、先行プレイヤー版やね、海外版の CM では、最初から全ての移動が可能だと宣言しているように感じられております。で、移動宣言がない前提で宣伝ということで、こちら。スカバイはね、オープンワールドなのでマップが広い。最初から移動に制限をかけるとね、かなりストレスになっちゃいます。なので、先行プレイヤー CM では最初から移動できるように表現してる。ので、移動制限があったらユーザーは逆にがっかりしそうですし、オープンワールドなんでね、自由には移動したいかな。まあ、なので実際どうなるのか、これなんですけどね、先行プレイでフィールドを駆け巡れるように紹介、そして最初から移動がね、解放されてる前提で CM で宣伝してる、などからレジェンドルートで移動制限解放されるっていう考察はね、外れてる可能性が高いと思います。ただしね、戦闘能力解放に関して、ね、レジェンドルートの主、最後の主を倒すことでコライドミライドン使えるようになる。みたいな考察についてはね、ありそうなので、こっちについてはね、ちょっと楽しみに、今後の情報、そしてゲーム、楽しみに待ちたいと思います。では、まとめといたしまして、公式情報でね、論破されるということで、まあ、タイミング次第ではね、答え合わせ、みたいな形で、公式情報出てきますので、まあ、こういった考察もね、すごく面白いと思います。では、今後もね、ポケモン動画どんどん届けていきたいと思います。ぜひね、チャンネル登録、高評価で応援よろしくお願いいたします。ではでは。